同僚、ローコスト生産のエース第一プラスチック大型真空圧空成形をご紹介します。この成形機は第一プラスチック最大の成形面積を誇る真空圧空成形機です。最大 1500×2500mm までのプラスチックシートの成形が可能です。成形型に試作機型から反転して作った樹脂型が使用できますので、型製作費の大幅なローコスト化が図れます。この小さな穴から真空引きをしてシートを型に密着させます。例としてご覧いただく成形材料は厚さ 4mm の AES 樹脂です。シートをセットしてボタンを押すだけで、セッティングされた工程に従って成形が始まります。シートがクランプされ、上下のヒーターで両面から加熱します。成形温度160度に達したところで、チャンバー内に空気を入れシートを膨らませます。このことにより均一な肉厚に成形することができます。型を上昇させ内部を真空状態にすることで、大気圧によりシートが型に密着します。そのままシートを熱変形温度以下まで冷却します。真空穴より空気を逆流させて離形を行います。ご覧のようにアンダーカットがあり、シャープなラインを表現したい製品には圧空成形が適しています。圧空成形は真空成形と同様に、加熱後圧空ボックスと金型でシートを挟み、圧縮空気と真空圧で金型にシートを密着させます。スライド型を作動させて離形します。ご覧のように外観上も射出成形品と全く変わりのない製品となります。成形された製品は五軸同時制御 NC ルータでトリミングします。ジグを成形品から反転して作りますので、ワークは吸着ブロワで確実に固定されます。専任スタッフが製品図面に基づいて作成したプログラムにより、毎秒1万5000回転、五軸制御のユニバーサルヘッドの自動運転で、穴開け、くり抜き、外周カットなど、すべてばらつきなく高い精度でトリミングされます。ツールも最適なものに ATC で自動交換されます。NC 加工を終えた製品は面取り作業を終えて完成します。少量生産なので金型に多くの費用をかけられない。サイズの大きな成形品をできるだけ安く作りたい。そんな時こそ第一プラスチックの真空圧空成形をご採用ください。コストの削減、大型成形品の製作、納期の短縮など成形に関するあらゆるご相談を社員一同心よりお待ちいたしております。